皆さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、12月9日にコナンの一番くじがあったことは皆さんご存知でしょうか。私はね、もうやりたくてやりたくてたまらなくてですね、もう学校で友達とね語るぐらいすごい楽しみで当日に行ってまいりました。で、ね、私は計24回やってきました。初日に14回やって、A 賞狙いだったんですけど、これね、A 賞が出なくて、でね、2日目、また違う店舗に行って、10回やってきました。でね、まあ、無事に出たってところだですね。はい。まず、A 賞が出ました。で、B 賞が3つ出ました。はい。です。でも、1つは友達にね、渡しました。なので2つしか読めないんですけど、そう、なんかね、3店舗とか結構行ってたので、全部なくて、その検品まだでとか、ちょっとまだわからないですねみたいなことばっか言われてて、そしたらその時にね、友達にこの店舗あったよみたいな、私も今から引いてくるみたいな LINE が来て、で私もねその店舗に行って B 賞が2つ当たったので、ね、その教えてくれたっていうね、その感謝の気持ちも込めて、いるみたいな LINE をしてね、ちょっと渡しました。はい、まあ、そういうドラマもあったということで。で、次 C 賞は残念ながら出ませんでした。 B 3つ出て C 1個も出なかったの、逆にすごくない？いや、もうね、何が出るかわからないですから、くじは。はい。で、 D は2個、グラスですね。これもね、欲しいの。私、この買い取って欲しくて。ちょっと、これ何が出るか分からないんですよ。超楽しみ。これ全4種類なので、確率はまあ、2分の1。あ、出るでしょう。で、次に D、E か。E はタオルですね。こちら、ちょっと見えてないんですけど。こっちのタオルは、全5種類でコンプリートしました。ゲーム。F は、ファイルですね。こちら。ファイルは、4種類あって、4コンプリートしました。コンプリート、あとプラスで3枚、合計7枚もらいました。っていうか当たりましたね。イエーイ、嬉しい。G、ラスト。G は6個ですね。これ10種類あるから、コンプリートはできないんですけど。こんな感じで、以上24点。グッズが当たりました。まずこちら A 賞ですね。蝶ネクタイ編成機ボイスクロック、時計ですね。コナンのさ、ここについて、そう、ちょっと今日コナンっぽくない？蝶ネクタイ、コナンのここにねついてる蝶ネクタイ型の時計です。で、これね、なんか3種類の音声がついてて、そのオリジナルボイスがついてて、ね、声が違うよみたいな感じの時計です。ボイスのキャラクターはコナンと新一と、あと小五郎ですね。で、開けます。あ、待って、かわいい。じゃーん、もうかわいい。おあ、待って、これついてないんだ。やばい、ついてると思ってた、分かれてました。コナン嫌い。かわいい。コナン嫌いになっても大丈夫だ。なんでそんなこと言うの？え？下じゃないの？上でもいいの？下だよね、これ思った。下に乗せるの？え、かわいくない？完成ですね。完成です。こんな感じで。え、かわいい。ついてると思ってた。ちょっと離れます、これ。かわいくない？めっちゃかわいい。これ電池入れてちょっと動かしてみたいと思います。はい、ということで次はね B 賞開けていこうと思います。 B はねクッションなんですよ。コナン飛びつきもちもちボールクッションですね。ここにねコナンくんがねいるんですよ。サッカーボールにくっついてるっていうね。でね、なんかね、結構大きかった。なんかもっとちっちゃいかなって思ってたんだけど、結構大きいですね。
あ、すごい。袋イン袋だ。袋イン袋でした。めっちゃ頑張って。開けていきます。はい。あ、かわいい。来ましたー。サッカーボールにくっついてるね、コナンのクッション。え、かわいくない？なんかボールがさ、横長じゃない？いや、こう、こう。確かに。あれ？え、かわいい。かわいいんだけどね、超かわいいんだけど、かわいくね。あはは、かわいい。これがね、2個出たので、1個は袋に入れておこうか、並べようか迷ってます。どうしようかな、どっちの方が可愛いと思う？ただ、これ白いからサッカーボールが汚れちゃうかなと思って、入れとくのもありかなと思ってるけど。まあやっぱ飾るかな、飾ろうかな。ね、飾ろうかなって思ってます。はい。で、C 賞が出なかったので、次 D 賞いきますね。D 賞はね、背景が広がるグラスです。ね。で、これはなんか、こうグラスがあった時に、ここまでしかプリントされてないんだけど、水とかを入れると背景がこう広がるみたいな。すごいね、いいね、トリッキーで。もうめっちゃいい。で、私はね、4種類あるんですけど、コナンと怪盗キッドのグラスが、欲しいです。開けていこうかなって思います。リミちゃんも開ける？リミに1個託しますね。よし。せーので開けよう。いきまーす。せーの。あ、ちょ。出なかった。リミが持ってるのは、少年探偵団のみんなのやつね。かわいい。あ、待って、ね、近い近い近い。え、かわいい。少年探偵。で、私が当てたのが、新一トラ。新一とランのツーショットです。で、後ろに、ね、書いてある背景がここまでしかないんだけど、水を入れるとこう広がるみたいな仕組みですね。あ、ちょっと怪盗キッド当たんなかった。悔しい。ちょっと待って、別に D、E 賞ですね。 E 賞、ハンカチ、まあ、ハンカチはね、もう見たまんまですよ。全種類揃いました。ちょうどいい賞ね、5回当たって、で5種類だったので全部揃えてきました。1個ずつ開けていきます。まずこれ、少年探偵団のバッジのね、タオルですね。え、かわいくね。もらいました。次はこちら、工藤新一とコナンのツーショットですね。いいね、かわいい。次はこちら、これね、キャラクターがいっぱいいます。あ、でも怪盗キッドいない。アポロンも人と、少年探偵団と、ガールズたち。ね、そうですね、かわいい、超かわいい。次にこちら、怪盗キッドですよ。え、かわいくない？私これが目当てだったの、これが狙いだったので、さあ、もうタオルが出たら絶対これもらおうとか思ってて、マジかわいい。本当はこれ5枚でもよかったんだけど。ちょっとね、今回はね、揃えたかったのでコンプリートしました。ラスト、ラストね、これかわいいよね、みんなのお顔が乗ってんの。かわいい。はぁ、超かわいい。よし、以上、いい賞でした。次にね、F 賞ですね。F 賞はファイルなんですけど、さっきも言った通り、コンプリートプラス3枚、7枚もらいました。でね、これなんか、2枚セットで、A4 サイズ1枚、B5 セット1枚入ってるんですよ、1個に。お得じゃない？やばいよね。まずこちら。かわいくない？これ黒の組織の。ちょっと黒いですね、ダークな感じが。え、かっこいい。で、これが2枚あります。はい、2枚ね、あります。これ書いてないよ。あ、何でしょう、1枚印刷。2枚目がこちら。え、なんかかわいくない？なんか1枚目とは随分雰囲気が違って、
少年探偵団のみんなとコナンくんですね。かっこいい。はい、こっちはちょっとなんかさっきの印象と違ってポップな感じで可愛いですね。次はこちらです。まずね、女の子たちですね。ランちゃんとか、まあ、セラさん私結構好きなんだよね。可愛いね、ちょっとピンクで可愛い。で、対照的にこっちは青で登場、男の子たちがいますね。うちさ、怪盗キッドめっちゃ好きって言ってるじゃん。もう私さ、服部平次もめっちゃ好きで。やばいね。いるね。あ、やばいね。ちょっと本当にね、もう、なんか可愛いね。本当に。可愛い。ラストはこちら。警官組。警官の人たちです。さあ、私さ、千葉くんとのペアがめっちゃ好きで、誰だっけ、名前出てこない、名前が、やばい、どうしよう、出てこない、ごめんなさい、本当にめっちゃ好きで、そうですね、アニメのまとこ全部見ました、この人たちの回。いやー、いいね。大きい方は警察学校組の方々で、なんかさ、安室さんだけさ、影がちょっと濃い気がするんだけど、気のせい？待って、やばい、やばいね、本当にね、このね、5人はマジで感動する。はい、はい、ラストは G のね、このチッコーラバーチャーム開けていきます。で、私はこれ怪盗キット狙いなんですけど、このキットね、帽子かぶってないの、やばくない？可愛い。1個目、いきますね。1個目、じゃん。あ、待って、赤井さんだ。私の友達の推しが赤井さんなんですよ。ちょっと可愛いね、赤井さんが出ました。赤井さんはさ、もう映画見たら惚れるよね。やばい、怪盗キット出てほしい、お願いします。いきます、せーの。あ、安室さんだ、かわいい。アポロとか言っちゃった。ポアロの看板持ってて、やばい、めっちゃかわいいです。かわいい、この顔たまんない、かわいい、やばい、かわいい。3つ目開けていきます。3つ目はこちら。待って、かぶった、アポロさん、かわいいですね。次と4つ目です。せーの。お、服部くんが出ました。かわいいね。ちょっとね、帽子かぶってる、やばい、関西弁いいですよね。関西弁マジでかわいい。一つ目です、せーの。やばっ。私多分愛されてるのかもしれない。三つ目が出ました、アムロの三条ですよ。ウケる、おもろ。え、待って、超かわいい。ちょっとかわいくね、かわいい、かわいい、かわいい。大量発生。待って、出ないやん、怪盗キット。待って、ラスト1個、これラストだ、ラストチャンス、いきまーす、せーの。待って、出なかったけど、工藤新一くんが出ました。かわいい。まあ、でも、安室さんが3つ出たんでいいとします。今回は。あー、かわいい。はい、ということで、今からね、グッズたちに隠された謎を、ちょっとね、解説、一緒にやっていこうかなと思います。まず、これは、3種類のボイス、さっきも言った通りついてるので、今ね、4時3分なんですけど、4時10分にアラームセットしました。少々お待ちください。で、このアラームを待ってる間に、まず B 賞いきますね。B 賞は、なんか、なんでもちもちに感じるのってやつなんですけど、これはね、解説書がついてるだけでした。こちら。B 賞の解説書。なんでもちもちなのかが書かれてますね。はい。で、次 C は残念ながら出なかったので、C はまあ置いとくとして、D。D はこちら。
コップなぜ廃棄が広がるのってやつです。これは実際にね水を入れてやってみたいなと思います。こんな感じで背景がねここまでになっちゃってるんですけど、入れますね水。いきます。どう広がってる。わーすごい広がってる。一面なんかレンガになってる。すごい。次こっち、いいね桜が背景ってね、もうね桜いいよね。幼少期のいいと思う。この鍵は桜だよね。はい。おーすごい桜だ。すごくない？見事に全面桜満開。あ綺麗だわ。いいわいいわ。タオルはこれマイクロファイバーのタオルなんですけど、なんで綿よりマイクロファイバーの方が早く乾くのっていう解説付きでした。こちらも以上です。 F はファイルですね。こちらファイルで、このファイルはなんか入れると絵っていうか色が変わるらしいので、紙を入れると入れてみたいなと思います。入れるとおーわかるかな、こういう感じで人物の後ろの色が変わるんですよ、背景が。え、可愛くない？コナンの後ろがピンクから青になったりみたいな。すごい。すごい。やって、やばくない？激アツだよね。ジンとかさ、いなくなってさ、うん、え、やばーい、かわいい。こちらは、あー待って、やばー、アブロさんが、はぁー、すごい、いいやつですね、やばいですね。こちら、え、やばいね。あー、なるほど、なんか蛍光色っぽいのからパステルカラーみたいになる感じかな。あ、かわいい。あ、なんか、あの、ちょっと待って。あ、なるほど。緑、緑。緑が、暗いよ。おー、すごい。これは、おー、キットがいなくなった。あ、かわいい。さあ、ここの文字も、なんのこの文字も。で、私思ったんだけど、これさ、新一、平次、キッドじゃん。なんでここだけさ、なんかさ、誠じゃなくてさ、京極なんだろうね。でさ、名前と来たらさ、名前じゃん。名字って、ちょっと謎なんですけど、私的には。まあでも、可愛いですね。これは多分。あ、すごい、黄色。からピンクですね。あ、けどやっぱ名字だわ。俺は探偵だぜ。おめえがいつも頑張ってるのくらい分かってるさ。え、たまには息抜きもしようぜ。ちょっと待って、完全に忘れてた、ごめんなさい。結構大きい音だねびっくりした。今何番の声なの？これは2番です。2番の工藤新一くんのにしました。じゃあもうさ、あと何分後かにさセットしてさ、今度番号変えて。そうね、うん、せっかくだから。多分これ最後。これはこんな感じで。おー、なるほど。このボックスのあの新一くんの顔が描かれてるところがピンクになるかな。あと黄色になるね。あ、かわいい。以上ファイルでした。で最後 G 賞はこのねキーホルダーなんですけど、これあの暗くすると光るってやつなんですけど、これはね画像でちょっとやりたいなと思います。はい、あと3分。
もうこれ待ち？マクロ待ちだと。おう！おにゃーおにゃーおにゃー、はい。待ってください、警部殿。わかったんですよ、犯人がね。名探偵になるには、まずはたくさん勉強しなくちゃね。ホームズ目指して一緒に頑張ろう。はい、ということでね、カメラのストレージがいっぱいになっちゃって、ちょっと違うカメラで撮ってるんですけど、今日はね、コナンの一番くじ、開封してみました。ということでね、いやー、全部可愛かったですね、どれも。本当に、素晴らしい商品をありがとうございます。ということで、それでは、バイバーイ。